新潟大学朝日町展示館新潟第一市範学校は第二次世界大戦中の1943年に新潟県に設置された市範学校である。本校は新潟県新潟市範学校、新潟県長岡城子市販学校などの前身諸校を含めて記述する。旧、新潟市範学校新潟県を継ぐみ小学講習所。旧。 新潟県市範学校新潟学校新潟県人常市範学校新潟県市範学校新潟県第一市範学校新潟県新潟市範学校新潟県女子市販学校新潟県長岡女子市販学校新潟第一市範学校新潟市半学校後の日長岡女子市販学校の私費前進の新潟県新潟市半学校から引き継いだ 新潟市朝日町通り二番町の校地を使用した。同校地は、更新の新生新潟大学教育学部に継承され、1982年6月に、現在の井原市キャンパスに統合移転完了するまで使用された。現在、旧朝日町校地は、朝日町キャンパスの一部となっており、一角に、旧市範学校児童博物館が、 新潟大学朝日町展示館として残されている。前身の新潟県長岡女子主犯学校から引き継いだ長岡市東神田町の校地を使用した。後進の新潟大学長岡文校は東神田町で発足したが、1951年4月に教育学部長岡文校と解消した後、1953年8月、工学部の東隣に移転した。 教育学部長岡文校は1981年4月に廃止され、新潟市の教育学部本校に統合された。東神田町の休校地は付属長岡省、付属長岡中、付属養や長岡市立東北中学校に使用されたが、市販学校時代からの休校者は1965年頃消失した。ありがとうございます。